はいどうも、GoGoTV の Go です。今回はこちらのソー動仮面ライダーエグゼイドステージ4をボックスいしてきたんで、こちらを開封していきたいと思います。今回のこちらのラインナップは、ドラゴナイトハンター Z のパーツ A、B というものと、仮面ライダーエグゼイドゴーストゲーマーレベル1、2、あとはバグスターウイルスと、再録で仮面ライダーレーザーのレベル2が再録されております。まあ、全部で6種類。で、まあ、今回ボックス買いなんで、 12個入りということでまあどんな感じのアソートになっているのか早速確認していきたいと思いますはいではテープ切ったんで早速中開けてアソートの配列を確認してみましょうではいきますこんな感じかなはいこんな感じですねとりあえず、えー、こちらですね「ハンターゲーマー A」1番の「ハンターゲーマー A」が2つで2番の「ハンターゲーマー B」が3つ ちょっと先ほどこちらのドラゴナイトハンター Z のパーツ A、B って言いましたけど、正式名称はハンターゲーマーの A とハンターゲーマーの B ですね。で、その後ろ、その後ろというか、まあ、こちらのハンターゲーマー A の後ろが、仮面ライダーエグゼードゴーストゲーマーレベル 1& レベル2クロスアーマーセットが2つ。で、こちら、仮面ライダーエグゼードゴーストゲーマーレベル2アクションボディセットが2つ。で、バグスターウイルスが2つ。で、最6の仮面ライダーレーザーバイクゲーマーレベル2が1つ。 なな感じのアソートになっておりますね。全6種類で12個っていうことだったんで、まあ、全部2個ずつ入っているのかなと思ったらちょっと違いましたねハンターゲーマー B が3つでこちらの仮面ライダーレーザーバイクゲーマーレベル2が1つっていうような感じのアソートになっておりましたね、まあ、こちらの仮面ライダーレーザーバイクゲーマーレベル2もステージ2のものとはちょっと違って あの新規ハンドルパーツがなんか1個追加されたみたいなことを書いてあったんで、どんな感じになってるのかステージ2のものとちょっと比べたりもしていきたいなと思っております。で、あとはこちらですね、初の立体化されたバグスターウイルス。こちらもあの戦闘シーンなんかの,あの臨場感を出したい方は結構数多く持っててもあのいいかなと思うんで、ああ衝動仮面ライダー VS の時のあのショッカーライダーの時みたいな感じで、ショッカーライダー狩り。 ならぬあのバグスターウイルス狩りみたいなもんなんか行われそうな気がしますね、今回。で、あとはこちらですね、この仮面ライダーエグゼルのゴーストゲーマーに関しても初の立体化ってことなんで、まあこちらもなんか結構人気出そうな感じの、えー、なんかラインナップかなと思います。はい。では、えー、ちょっと <laughs>、どれからやっていくかなって感じなんですけど、毎回あの、騒動の動画はあの長くなっちゃうんで、で、まあと前回の、えっ、ー、と、騒動のステージ3の時も、あのー、 結構まとめたんですけど、あの撮影時間がちょっと半端じゃなかったんで。まあ今回は2個ずつやっていくかなと思います。ちょっとあの1番初めどれやろうかなって感じなんで、ちょっと考えさせてください。はい、何からやるか決まりましたんで、早速やっていきたいと思います。とりあえず今回は相手後ろの番号からやっていこうかなと思いまして。5番バグスターウィルスと6番仮面ライダー、レーザー、バイク、ゲーマーレベル2を前編としてやっていきたいと思います。で、まあ、中編が。 まあ、仮面ライダーエグゼルゴーストゲーマー系の3番と4番のものをやっていきたいと思っておりますし、まあ、あの後編が、えっとまあ、あとハンターゲーマーですねハンターゲーマーの AB をやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますでは今回はこちらのバグスターウィルスと仮面ライダーレーザーバーゲーマーレベル2を見ていきたいと思いますはいでは箱の方を見ていきたいと思いますこちらバグスターウィルス全16箇所アクション6ライダーを乗せて走れ なんか、これ、全、他の、なんか、ライダー系って全17箇所じゃなかったでしたっけ <laughs> ちょっと失礼しますね。こちら。やっぱそうですね。全17箇所、アクション。ってことは、どっか1箇所動かないってことですよね <laughs>。どこなんでしょうね。で、えっ、ー、と、裏側。裏側。ああ、こんな感じですね。バトルシーンを再現せよ。かっこいいっすよね。なんか。<laughs> なんか、ほんとかっこいいっすね。バグスターウイルス。 でえー、とレーザーの方はレーザーよ永遠なれ別りの2と組み合わせてレベルアップあちゃんとフルドラゴンにできるような感じになってるんですねほーすげえ <laughs> なるほどであとはあの、まあ、ラインナップが下の方に書かれておりますねああなるほどそういう風になんかレベル2しか書いてなかったんであバイクとしてしか使えんのかなと思ったらちゃんと武装できるみたいですねああなるほどそれはいいですねでは 早速こちら中を開けてみていきたいと思いますはいではバグスターウィルスの方から開けていきましょう果たしてどんな感じになってるのかちょっと気になりますねではオープン初立体化オープンオープンおま,まさか何にも貼らなくていい <laughs> シールがないってことはこれもう完成形じゃないですかほぼうわこれいいっすね <laughs> 僕はあのシール貼りとかあの組み立てとかあんま得意じゃない人間にとっては、これはいいですね。これはそのまま組,組み立てるというかもうこの槍組み立てるだけじゃないですか <laughs>。これはいいっすね。はい。では、次、こちらの仮面ライダーレーザーレベル2見ていきましょう。こちらは多分シール1探がっすよね <laughs>。なんとなく2回作ったことあるんで分かっています。では、でん。こんな感じっすね。 で新規パーツが何なのかなこの辺は一緒っすね。この辺は一緒で、ここも一緒。これが違うかなこの、この、ここが。あとなんかちゃんと胸のこのアーマーパーツもついてますね。はい。あちゃんともうこれだけで、これと多分ハンターゲーマーの B かなんかをつなげれば、 そのままレベル5になれそうな感じですね。おなるほど。では、えー、まあちょっとこちらシール貼りとか組み立てしてからポンと出したいと思います。はい。というわけで完成いたしました。まあ今回こちらのバグスターウィルスがもうほぼ完成体に入ってたんで、まあ、実質こちらの仮面ライダーレーザーのレベル2のシール貼りしただけなんですけど、意外と時間はかからずにサクサクっといきましたね。<laughs> ありがたいです。 これでもいいですね。ほんともう買ったらもうすぐこうパンとあの飾れるんで、非常にこのバグスターウイルス、おすすめです。いいですね。はい、では見ていきましょう。とりあえず、えー、可動箇所ですね。首が回りますね。くるっと。ただ、あの、ちょっと上下にはこう、あんまり動かないですね。ちょこっと微量動くぐらいで。であとは、まあ、腕と肘と、あとこちらの左手だけこう、別パーツになってるんで、ぐるっ と回りますね、こちらはもう手首は回らないですね。もう肘で固定されてて、こちらは別パーツになってないんで、こちらは回りませんけど、左の腕はこぐるっと回りますねで。あとは足、ちょうどこの太もも拭きの付け根、膝、あとは足首が曲がりますね。こんな感じですね。であとはこちらの 槍のつけ方なんですけど、一回槍を取って、で、後ろがこう、こういう感じになってるんで、えっ、ー、と、こちらをこう、こういう感じで、パソッとやって、この引っ掛けて、こう、持たして、で、この槍の先をつけまして、これ、あの、あんまり力入れすぎたら、ポキっていく感じしれないんで、気をつけた方がいいですね。で、こういう感じで、こう。 持たして首をちょっとこっちに向けてこんな感じで <laughs> あんまりこうポージング取るのが得意じゃないんであれなんですけどこんな感じですねちょっとちょっと持ってないな <laughs> まあこんな感じでこうなんか立たせることができますねはいバグスターウルスはこんな感じになっております ははいでは次は仮面ライダーレーザーバイクゲーマーレベル2を見ていきたいと思うんですけど、ちょっとあのその前に一つあの訂正させていただきたい部分があるんですけど、先ほど仮面ライダーレーザーの,あの箱の裏を見てたときに、仮面ライダーレーザーのフルドラゴンにできるって多分言ってたと思うんですけど、よくよく説明書を見たら、フルドラゴンにはできずに、クローのパーツをつけて、ハンターバイクゲーマーレベル5に武装することはできるんですけど、フルドラゴンをつけることはおそらく 説明書を見てもちょっとできないみたいな感じのこと書いてあったんで、ちょっとそこだけ訂正させていただきたいと思いますんで、申し訳ございませんでした。ただ別売りのハンターゲーマー B の方に腕パーツと足パーツは入ってるんで、ハンターバイクゲーマーレベル5にはちゃんと武装することができるみたいなんで、そちらはちょっと楽しみにしております。はい、ではこちら、仮面ライダーレーザーバイクゲーマーレベル2を見ていきたいと思います。こんな感じですね。新規パーツは多分こちらですね。こちらが多分あの、 ハンターバイクゲーマーレベル5になるときに使う、まあ、頭部パーツですね。だと思います。まあ、こんな感じで、頭部パーツというか、まあ、あの、こちらの、あの、バイクのハンドルのパーツなんですけど、まあ、おそらく、こう、レベル5になる時の、なるときに、まあ、使うものだと思います。で、あとは、まあ、こちらのアーマーパーツは、まあ、あの、ステージ2のときにも付いてたんですけど、今回、あの、この顔パーツが付いたことによって、若干違うんですよね。ちょっと見てみましょう。 他の部分はそんな変わりはないんですけど、こちらがステージ2の時のものなんですけど、こんな感じになっておりますね。ちょっとここの出っ張りがあるんで、うん、そうですね。この出っ張りがあるんで、こちらが今回のステージ4、こちらがステージ2のものなんですけど、ちょっとここのパーツが追加されたことによって、こちらのアーマーパーツを付けることができませんが、その代わりに、この、 頭部パーツがついておりますねなんでまあレベル5になるときにおそらく使うものだと思います。であと僕、今回こちらシール貼ってないんですけど、えっと、シールがどこに行ったかな <laughs> シールがちょっと見当たらないんですけど、あのシールがついてるんで、こちらにあの目のないバージョンのシールを貼ることができるんですけど、ちゃんともう塗装されてるんで、貼る必要はないかなと思って僕は貼っておりません。であと違いはこちらの <laughs> 車輪なんですけど、はい、これ、なんか僕のやつがたまたまこう個体差がわからないですけど、取れやすいんですよね、ここの前輪パーツとこのボディのこのちょうどジョイント部分が。こちらがなんかこうくるくるちゃんと回るんですけど、えっと、ステージ2の方は、これなんか僕のやつこの、ま、こ後ろのマフラー部分にかえて、これ、カカリカリになるんですよね <laughs> これちょっとみんななるのかちょっとわからないんですけど、こんな感じで個体差なのかわからないです僕のやつはなんか、ステージ2のやつはカリカリになりますね。 なんでまあ、違いとしては、えっと、ステージ2のものとの違いは、こちらですね、顔パーツが追加されたことによって、まあ、こちらのアーマーをちょっと取り付けることができないっていうのと、ちゃんとアーマーのシールが付いてますっていうのでですね、ステージ4の方にはアーマーのシールがちゃんと付いております。であとはこちら、まあ、レベル5になる時のこの頭部パーツに使われるハンドルもパーツとしてステージ4の方には入っておりますが、ステージ2の方には入っておりません。 こんなな感じかなあとシール内容とかはもうほぼ一緒でした。ほぼ一緒というか、まあ、シール内容は一緒ですね。ほぼ一緒ですね。こちらの先ほど言ったこの目の部分のこのシールが含まれているか含まれてないかの違いと、あとアーマーのシールがあるかないかの違いで、それぐらいの違いですね。ですので、今回ラインナップされてるハンターゲーマー B を使って仮面ライダーレーザーハンターバイクゲーマーレベル5を作りたい方は、今回ラインナップされてるこちらのステージ4の仮面ライダー、 レーザーのバイクゲーマーレベル2を買った方があのより近くあの作中により近い仮面ライダーレーザーのハンターバイクゲーマーレベル5を作ることができるんじゃないかなと思いますはいでは次はこちらのバグスターウイルスにいろいろなポーズを取らしていきたいと思いますちょっとこちらの仮面ライダーレーザーはまたあのハンターゲーマーの AB を使った時にあのちゃんと武装させて稼働なんかもさせていきたいと思っておりますんでちょっと今回こちらのバグスターウイルスのみとさせていただきたいと思います はい、まずは先ほどからずっとさせてる、まあ、こんな感じのポーズをとったりもできますとか、まあ、こんな感じで槍を高く持たせることもできますしこんな感じで構えさせたりもできますはい、まあ、このような感じで、まあ、ステージ1とかステージ2に付属していたエグゼイドとかブレイブとかスナイプとかゲームの台座を使って、まあ、こんな感じであの跳躍ポーズなんかも取ったりもできますはいあとはまあ槍がなくてもポーズを取ることもできます はい、あとはまあこんな感じで戦闘シーンの再現なんかもできますね一応あのこちら今回のステージ4の方の仮面ライダーレーザーに仮面ライダーエグゼイドをしてみましたが <laughs> めちゃくちゃぎこちないですなんかあのバイク乗りたての人みたいな感じになっておりますね <laughs> まあこれあの僕がポージング撮るのが苦手なんでこうなっただけで、まあ、しっかり撮れる人がいればしっかりポーズ撮ることができると思います はいでまあ、ちょっとあのさっき細かく見なかったんですけどバグスターウイルスなかなかこう細かいところまで塗装入ってますからねシールがないかあの代わりにすごいあの凝ってありますよねバグスターウイルスちゃんとこの手のところまでちゃんと塗装入ってますしこの辺もなんかバグスターっぽい塗装入ってます、ね、すごいこの、まあ、バンダイのの公式の食玩の公式の,のブログでも結構今回このバグスターウイルスに関してはすごいあの かなりあのこだわりを持ったっていうようなこと書いてあったんで、本当すごいそのこだわりを感じれる一品じゃないかなと思います。はい、ということで今回はこちらのソー動仮面ライダーエグゼイドステージ4の5番、バグスターウィルスと6番、仮面ライダーレーザーバイクゲーマーレベル2の紹介をいたしました。本当こちらのバグスターウィルスに関しては、シールとかがない分、ちゃんと塗装が細かいところまで行き届いておりまして、あのバンダイさんの方の,あのこだわりがすごい分かる一品となっておりますんで。 こちらは本当、こちらのステージ1とかステージ2とかについてたあの専用の台座を使うことによって、さらにこのポージング、取るポージングの幅が広がると思いますので、これは本当いい一品だと思います。で、まあ、こちらの仮面ライダーレーザーバイクゲーマーレベル2に関してなんですけど、まあ、一応、最録のものなんですけども、やっぱその新規パーツとしてこちらのハンドルパーツが付いておりまして、まあ、こちらのハンドルパーツは、まあ、今回のラインナップにある。 えっと、ハンターゲーマーの B を使うことによって仮面ライダーレーザーハンターバイクゲーマーレベル5にするための,、まあ、のパーツなんで、まあ、こちらのパーツが含まれることによってあのまあ作中の仮面ライダーレーザーのハンターバイクゲーマーレベル5に近いものにできると思いますので、まあ、こちらもおすすめですよねまたあの後々こちらのハンターゲーマーの AB の方も動画撮ってきますんで、まあ、その時にあのちゃんとあのレベル5の方にはしていきたいと思いますのでご期待ください でまあ次回なんですけど、次回は中編として、こちらのゴーストゲーマーですね。仮面ライダーエグゼードゴーストゲーマーレベル 1& レベル2のクロスアーマーセットと、仮面ライダーエグゼードゴーストゲーマーレベル2アクションボディセットの紹介をしていきたいと思いますので、こちらも動画、撮らせてアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、今回もご視聴ありがとうございました。